皆様こんにちは健康寺のマスの春明でございますこれから皆様方に対して少しお話をさせていただければと思っておりますよろしくお願いいたします常にこの社会が自分の存在というものを比較されて人が見ているとそうすると お常にその中で、えー、比較されることによってあるいは自分自身で比較することによって自分が苦しんでいくと悩み苦しんでいくということで、えー、非常につらい心の状態になっていくわけですね。もう座禅をすることによってです、ね、自分が このの大宇宙の中に生かさせてていいただだいいるんだということを体でそうするとこの自分の命というものをどういうふうにしていったらいいのか比べることではなくて自分自身をどういうふうに向上させて磨きをかけていくことが自分の人生にとって良いのかというようなことが考えられるようになります。 心が穏やかになるとかあるいは脳が非常にこう休まってくるであるとか血流がものすごく良くなるであるとかあるいはアルファーファが出るだとかいろいろなことが現代ではその効用として分かってきております。ただその効用を求めて座禅をするのではなくて座った結果としてそういう効用がついてくるというものなんです。 心を穏やかにするっていうことが何よりも座禅にによるとところに大きいものだと思っておりますあの近頃はお年、えー、を召した方などは特に足が痛いと膝が痛いというような方が多くいらっしゃいますしそれから若い方でも座ったことのないという方がいらっしゃいますので。 椅子を用いた座禅椅子座禅といいますがこれを実践されるとよろしいと思います。禅寺では「経典」といいまして「暁の座禅」と書くわけですけれどもその朝早く一番にされるのが一番よろしいと思います。 そして、もし余裕があるのであれば、えー、夜や座と言いますがお休み前に心を落ち着かせるために座禅をされるとよろしいと思います。今お話をいたしました「座禅」に関することは「生きるのが楽になる」座禅という本にご紹介をさせていただきました。ぜひともご興味のこの本にご紹介をれば幸いただいます。 どうもありがとうございました。